どうも、料理研究家のダレマです。さて、今回はですね、私ダレマがタンクトップということはそうです、激安シリーズですね。はい、もうね、最近私ダレマのチャンネル、普通の料理よりも激安レシピの方が再生回数取れるようになってきましたね。はい、もう料理研究家やめちゃおうかな。あ、一応僕トレーナーではなく料理研究家ですからね。はい、ということで今回はですね、もうめちゃくちゃ美味しい、でもヘルシーで栄養満点な激痩せルーローハンの作り方をご紹介していきたいと思います。今回ご紹介する激痩せルーローハンもですね、タンパク質はもちろん、ダイエットに必要不可欠な栄養素をたっぷり取れて、食物繊維もしっかり取れる最高なレシピになっております。そしてですね、男性は4食分、女性は5食分も作ることができます。ということで今回使用する材料はこちらです。せーの、ボン。鶏もも肉、玉ねぎ、舞茸、えのき、卵、にんにく、鷹の爪、ブラックペッパー、そしてごま油に醤油、料理酒、お酢、ラカントもしくはお砂糖、あればウーシャンフェン、オイスターソース、以上です。でね、材料の紹介をしていきます。今回ですね、ルーローハンを作るんですけれども、ルーローハンといえばやっぱり豚バラ肉ですよね。ただね、豚バラ肉で作るとやっぱり脂質が高くなって、その分ね、カロリーもめちゃくちゃ高くなる。ということでね、今回は豚バラ肉ではなく鶏もも肉を使用します。もちろんですね、鶏もも肉よりも鶏胸肉の方が好きな方は鶏胸肉でやっていただいてもいいんですけれども、やっぱ個人的にはね、僕鶏もも肉の方が好きなんですよね。はい、ダイエット中ってね、鶏胸肉しか食べたらいけないイメージあると思うんですけれども、鶏もも肉もですね、皮さえ外せば 100g あたりね、8キロカロリーぐらいしか変わりませんよ。これそんなのですね、ブラジリアンスクワット10回すれば消費できるカロリーですから、そこを気にする暇があればブラジリアンスクワットしましょう。そして今回はですね、しっかりと食物繊維とダイエットに必要不可欠な栄養を取りたいので、舞茸とえのき、これ2つ使用します。で、この舞茸とえのきの他に椎茸なんかを入れてもね、非常に美味しいので、椎茸がある方はここにプラスして加えてください。そして卵、ルーローハンといえば本来ゆで卵をトッピングするんですけれども、もうね、今回ゆで卵をトッピングするの非常にめんどくさいので、電子レンジで数十秒加熱するだけでできる温泉卵を作っていきます。で、ウーシャンフェン、これね、ゴに香りに粉と書いてウーシャンフェンというんですけれども、ルーローハンはですね、本来シナモンや八角なんかを入れるんですけれども、シナモンや八角わざわざ購入するのもうね、めんどくさいので、シナモンや八角、あとはホワジャオなんかが入ったウーシャンフェン使います。もしくはですね、もうこれ入れなくても普通に美味しくなりますし、ウーシャンフェンがなく山椒やホワジャオがご家庭にある方はホワジャオを入れても OK ですからね。ということで早速作っていき、バキバキバキマッチョ。そしたらまずは食材を切っていきます。まずは舞茸、今回ですね、こちらの舞茸を細かく刻んでいきます。舞茸はですね、細かく刻めば刻むほど細胞壁が壊れるので、かなりね、香りが立つんですよね。そして旨味も出てくるので、非常にね、ルーローハンが美味しくなります。で、美味しくなるだけではなく、この舞茸はね、脂肪燃焼に非常に優秀な栄養が詰まってるんですよね。それは何かというと、プロテイン、違う、MX フラクションというものですね。 MX フラクションというのは舞茸特有の栄養成分で、体内にある中性脂肪や悪玉コレステロールの分解を促進させる効果があるというふうに言われてるんですよね。いやー、すごいですよね。これね、最近テレビでも結構話題になってるんですけれども、この MX フラクションを何週間か何ヶ月か取り続けることによって、体内にある中性脂肪が減ったというね、研究結果も出てるんですよね。ただね、これ私たちは毎回言うんですけども、舞茸を毎日食べたからといって痩せるわけではございませんよ。その他にですね、ハンバーガーやラーメン、あとは揚げ物なんかをね、いっぱい食べてたらそれは太りますよね。ダイエットというのは結局は運動、食事、そして休養によって決まりますから、この激痩せルーローハンを食べつつ、その他もですね、しっかり気配りしてください。ダイエットというのはですね、短期的にやるものではなく長期的にやるものですからね、皆さんね。すぐに痩せようとしてしまうと、どっかでね、食欲が爆発して暴飲暴食につながりますし、すぐにリバウンドしてしまいますからね。でね、短期的に痩せようとして過度にね、食事制限をされる方多いんですけれども、それね、最初はもちろんね、体重減ります。でもそれはね、脂肪ではなく体内にある水分が減ってるだけですからね。見かけの体重に騙されない。そしてお次にえのき、こちらのえのきはですね、もう袋の上から石突きを落とす。このようにすることで、石突きについている土がまな板に散らばりませんからね。これハックスクワット、違う、ライフハックですからね。そしてこちらのえのきも細かく刻んでいく。これ特にですね、えのきは細かく刻むこと。
でね、えのきにも非常にダイエットに優秀な成分が含まれてるんですよね。一見えのきってあまり栄養なさそうなんですけども、もうそんなこと全くないですね。特にえのきに含まれるえのきたけリノール酸には脂肪の燃焼を促進させる作用があるんですよね。ただこのえのきたけリノール酸は細胞壁の内部にあるため、えのきを刻まずに摂るとあまり体内に吸収できないみたいなんですよね。だからこそその細胞壁を壊すためにえのきは細かく刻む、もしくはえのきをですね、一度冷凍するとその細胞壁を破壊することができるので、えのきに含まれるえのきたけリノール酸を効率よく摂取できるみたいです。そしてえのきにはですね、キノコキト酸も含まれているので、脂肪が腸内で吸収されてしまうのを妨げる働きを持ってるんですよね。そしてお次に玉ねぎ、こちらの玉ねぎは今回みじん切りにしていきます。やっぱり食材にダイエット効果はあるんですけれども、それをね過信しすぎるのも良くない。やっぱりね、しっかりと休養を取りながら適度に運動をとることも大切ですね。でね、今舞茸とえのき玉ねぎを細かく刻んだんですけども、もうね刻むのめんどくさい方はミキサーやフードプロセッサーにかけちゃって問題ございません。むしろねそっちの方がしっかりとですね野菜の細胞壁も壊れるので栄養成分を効率よく摂取できます。そしてお次、鷹の爪、こちらの鷹の爪は細かく刻む。私だるまは辛いのが好きなので今回種ごと加えます。苦手な方はねもう最悪鷹の爪なくてもいいですし、種が気になる方は種を抜いても問題ございません。そしてお次、筋肉だけにニンニク、はい、こちらのニンニクは包丁の腹でぐっと潰してみじん切りにしていく。このようにすることで香りがより引き立ちますからね。そしてお次に鶏もも肉、これね先ほども言いましたが鶏もも肉ではなく、もちろん鶏むね肉でも OK、 ただ個人的にはやっぱり鶏もも肉の方がジューシーで柔らかいので今回はこちら使用します。でまずは鶏皮は必ず剥ぐ、これはもうねダイエット中において当たり前のことですからね。どれくらい当たり前かというと、鍛えすぎたマッチョは服を脱ぐのに一苦労するぐらい、それほど当たり前のことです。はい、そしてこちらの鶏皮はライバルにあげましょうね、これ必ずです。そして鶏もも肉は1センチの角切りにしていきましょう。そしたらお次、フライパンにごま油、そして先ほど刻んだ玉ねぎ、えのき、舞茸、鶏もも肉、そしてニンニクと鷹の爪、そして塩を小さじ1/2杯振りかけたら、こちらを中火で加熱して食材それぞれの水分をしっかり飛ばし旨味を凝縮させていきます。ここでね、いつも言ってるんですけれども、塩を振ってから炒めていくことで塩による浸透圧によって食材にね下味がつくほか、水分も抜けやすくなるので食材により早く火が通り、旨味もねギュッと凝縮させることができるんですよね。はい、皆さん見えますか、今ねこんな感じで水分が出てきてるんですけれども、この水分が飛ぶまでしっかりと炒める、そうすることによって旨味をキュッと凝縮させることができますからね。はい、食材から水分が出てきたらその水分を飛ばすように炒める。通常のルーローハンであれば多めのお水でグツグツ煮込んでいくんですけれども、もうねそんなことやってられない、ね、そこに時間を割くならトレーニングに時間を割いてほしい、ということでね今回はお水を加えず調味料で煮詰めていきます。そしたらここに料理酒、ラカントもしくはお砂糖、醤油、コクを加えるためにオイスターソース、そしてここにあればウーシャンフェン、なければですね全然入れなくてもいいですし、ホワジャオや山椒、あとは八角シナモンなんか入れても問題ございません。そしてこちらを煮詰めていく、ここでしっかりと煮詰めることによってまた調味料の水分が飛んで味がぐっと締まりますからね。はい、ということで調味料が煮詰まりとろみがついてくれば最後にお酢、このお酢を加えることによって味がまたキュッと締まります。そしてね丼に盛り付けてからかけてもいいんですけれども、もうここでかけちゃいましょう、ブラックペッパー、はい、キレを出したい方はねもうブラックペッパーたっぷり加えてください。ということでこちらでルーローハンの具の部分は完成で、ね、今回ですね男性なら4食分、女性なら5食分あるので、余った分はですね粗熱を取って冷蔵庫に入れて保存してください。だいたいね1週間ぐらいは持つかと思うんですけれども、できる限りお早めにお召し上がりください。そしたらお次に温泉卵を作っていきます。でね、マッチョって生卵を飲むイメージあるじゃないですか。実はですねそれってタンパク質の吸収率全然良くないんですよね。逆にゆで卵を食べるイメージもあるかと思うんですけれども、固ゆでのゆで卵だとあまり効率よくタンパク質を吸収できない、なのでね半熟状態が実は一番ベストなんですよね。
ということで今回は半熟状態に近い温泉卵、なんと電子レンジで作っていきます。まず卵を小さめの耐熱容器に割り入れて、卵が破裂しないように黄身に一つ穴を開ける。そしてこの上から卵がかぶるぐらいのお水を入れる。そしてこちらを600ワットのレンジで40秒から50秒加熱します。マッチョ。はい、ということでね、加熱が終了しました。はい、これで温泉卵の完成ですね。で、この周りの水は余分なので捨てるようにしてください。捨てるとこんな感じ、もうほぼ温泉卵ですね。そしたらご飯の上に盛り付ける。うわ、もうマチョマチョマチョでですね、具は男性なら4食分、女性なら5食分に分けて盛り付けるようにしてください。でですね、ご飯の量なんですけれども、大体ね、男性なら 200g 前後、女性なら 150g 前後を目安に食べてください。そして最後に上に温泉卵を盛り付けたら完成。はい、ということでね、激痩せルーローハン完成しました。それではいただきまっちょ。うまみすごっ。これね、皆さんも作って食べると分かると思うんですけども、本当にですね、ダイエット飯と思えないぐらい非常にね、こってりした味わいですね。そして今回は食材の水分を飛ばすようにしっかりと炒めているので、食材のうまみと香りが口いっぱいに広がります。これね、食べたら俺マジでダイエット中かってね、錯覚するぐらいマチョマチョうまい。これはですね、もうマジでマチョマチョマチョ。はい、ということで See you next マチョね、バイバイ。めっちゃうまいから絶対試してね、バイバイ。